ははいこんにちはレトスのででですす試験まで残り3日ですねもう残り3日なのでまずは体調管理これを最優先させていただければと思いますもう試験日に風邪をひいちゃったとか体調が悪いとか頭痛がするとかそうなってしまうとこれまで勉強したことを発揮すること難しくなっちゃいますので まずは体調管理だけ気をつけてください。最近朝晩寒くなってきているので、まあ、できるだけ暖かい格好をしてお休みいただければと思います。で勉強については、もう理解できない部分についてはもう飛ばしましょう。解説を見てわかる部分をとりあえず詰め込んでいく。試験まで期間がある場合は、理解をしながら学習するっていうのが基本なんですけれども、もう試験まで残り3日しかないので、ここから理解をして、 頭に定着させていくっていうのは時間的にも無理がありますんでもう残りの期間はとりあえず丸暗記でいいので覚えられるだけ覚えていくそういった勉強の仕方していただければと思いますそれでは本日の3問に入っていきます幸区には所有権及び抵当権に関する事項がおつくにはそれ以外の権利に関する事項がそれぞれ記録される丸か×かという問題ですね 考えたい方は一度動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄の方から問題文を確認していただければと思います。で、答えは×です。そもそも登記記録、登本とか登記事項証明書ですね、には、表題部と権利部に分かれています。表題部と権利部に分かれています。で表題部っていうのは、不動産の所在地とか地目、地籍などの物理的な状況が記載されている部分です。 一方、権利部は所有権や定当権などの権利の内容が記載された部分なんですね。そして、権利部っていうのは、工区とおつくに分かれています。で、工区には所有権に関する事項、つまり所有権移転登記とか差し押さえなどが記載されていて、おつくには所有権以外に関する事項、つまり定当権などが記載されています。そして、今言った内容を登記記録で確認すると、 まず、表題部と権利部に分かれますよね。で、表題部は、例えば所在とか地盤とか地目とか地籍とか、これ物理的な状況ですよね、が記載されていて、権利部、これ2つに分かれるんですけども、権利部は権利に関する内容、え所有権とか、定当権とかですね。で 権利部も二つに分かれて、広区とおつくに分かれると。で、工区は所有権に関する内容。所有権の、これ、合併による所有権の登記、ちょっと珍しいですけども、まあ所有権の登記ですよね。あとこれ所有権の移転登記ですよね。つまりこれ所有権の登記に関する内容です。で、こっちが定当権。いわゆる所有権以外の内容なんですね。おつくには所有権以外の内容。まあここにもね、細かくちょっと見づらいかもしれないんですけども、書いてあります。所有権以外の権利に関する事項。 これがおつくなんでで、すよで。これを前提に問題文を見ると、皇区には所有権および定当権に関する事項って書いてあるんですね、これ間違ってますよね、皇区には所有権のみです。所有権のみに関する事項で、おつくには所有権以外、つまり定当権などの権利に関する事項が記録されるので、誤りだということになります。 で、この問題はやはりもう頭に入れていただいたら覚えたらもうそれで解ける問題なんですよね。表題部と権利部があるんだ。で、権利部はコークとオツクに分かれるんだ。え、コークには所有権に関する事項が記載されていて、オツクには所有権以外の権利に関する事項が記載されているんだ。覚えるだけで解ける問題なので、え、覚えちゃいましょう。で、え、問い2に入る前にまだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録お願いいたします。で、続いて問い2です。 取引の相手方が宅地建物取引業者であり、重要事項の説明は不要である旨を伝えられた場合、媒介業者は重要事項説明書を交付すれば説明する必要はない。○か×かという問題ですねで。答えは丸です。相手方が宅建業者の場合、えー、重要事項説明、省略することができます。これは重要事項の説明を省略することができるのであって、35条書面の交付、 これは省略できません。つまり35条書面だけ、飼い主の宅建業者とか、借り主の宅建業者に渡しておけば、重要事項説明まではしなくてもいいですよという問題ですね。なので、媒介業者は重要事項説明書、35条書面を交付すれば、重要事項の説明をする必要はない。これは丸になります。で、3番ですね。開発許可です。 学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為は、開発許可が不要である、丸か×かということですね。答えは×です。まあ、幼稚園とか小学校、中学校、高校、大学、専修学校、まあ、そういったものの建築を目的とする開発行為は、原則許可が必要なんですね。例外には当たりませんので注意してください。したがって×になると、開発許可不要ではないから×ということになります。 でこれは基本的な問題で、まあ、単に、えー、覚えていれば、えー、解けるんですね。しかし、この問題を少し、えー、いじってしまったり違う角度から出題されると間違える方が非常に多いんですね。なので、まず考え方をしっかり押さえておくということがまず一つですね。 これは前回の動画からお伝えをしている内容です考え方の流れですねこれをちゃんと押さえるでこの問題に限ってなんですがちょっと引っ掛けポイントがあるんですねまあ、ただちょっとこれは無料ではちょっと説明できませんので個別指導の方でお伝えしていきますで個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますんで個別指導気になる方は是非ご確認ください今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょうレトスの小野でした